皆さん、こんにちは。和吉です。山さん、これですね、画面いいですかね。はい、バッチリです。これで明るくなった？これ明るくなりました。顔色が良くなりました。顔色、もうすごいいい感じの。あ、そうですか。はい。というふうに、いつも山田さんにですね、画面がずれてるかどうかとかね、確認してもらったりもしていただいてます。ということで、時々、今、もう、ズームが使えるようになってから、こういうふうにね、私も全盲で全く見えないですけど、まあ、画面の映ってる状態をですね、意識したりして、私はパソコンで今つないでるので、パソコンの、ノートパソコンのこのカメラを、角度ですね、位置と角度を大体手で、これぐらいかなというのを確認しています。私が皆さんにお話しできること、今日はですね、こういったずっとこう、長年関わってきて、視覚障害と、こういった情報機器、コンピューター、今はこういったスマートフォンという流れになってきましたけど、こういったことについて、私が今まで感じていることなどをお伝えしたいなと、歴史的なことで、今日はお話しさせてもらったらと思います。で、一番最近私が今関心持っていることも含めて、そこまでお話をしたいと思います。私が最初にもともとコンピューターっていう言葉っていうのは、本当に随分昔、大型コンピューターが銀行とか、あるいは、あれですよね、今の、JR ですね、国鉄の緑の窓口という、のにコンピューター使いましたなんかっていうのが本当にもう昔の話ですけど、そういったところで使われるようになって、なんとなく私も小学生ぐらいだったですけど、そういうことに非常に興味があって、コンピューターってどんなもんだなんだろうと思いながら、見てました。様子を、情報をですね。はい。で、私が目が見えなくなったのが10、あの見えにくくなったっていうか、病気が分かったのが中学2年だったんですけど、その頃、高等学校なんかで、あれなんですよね、情報処理科って、商業高校とか工業高校で、商業はもちろん、商業高校ビジネスとしての、コンピューターというか、情報処理の学科があったんですが、で、工業高校はもちろん、この、技術的なですね、工学的な、意味でのコンピュータープログラミングとかの科があって、私もですね、すごく興味があったもんだから、高校行くと、工業高校行きたいと思ってたんですよね。だけど、網膜色素変性ということで、中学2年の時に診断されたもんですから、その後はやはり工業高校に受験をですね、することは、無理だというようなね、目のことはあって、難しいというようなことで、将来のこともあったもんだから、盲学校に私は高校からは進学をしました。で、盲学校入って、普通科に入って3年間と、あと、医療科の鍼灸マッサージの科って3年間、学んだわけなんですけど、その盲学校の生活の中で、まだコンピューターっていうのは世の中になかったんですが、私が好きだったもんだから、予選会とかっていうね、劇なんかがあるときに、わざわざコンピューター、真似たですね、昔の、コンピューターの声みたいなのをですね、オープンリールの、テープレコーダーに、昔のデータレコーダーっていうのが、ああいう形で、コンピューターといえばテープレコーダーみたいなのが回って、データを読み取ってましたけど、そんな、パンチカードの次ですけどね、紙に穴開けていた次です。データレコーダーに真似てですね、そこに音を録音したりして、で、そんなような、コンピューターの声を、速度を速くして、録音して、作ったりして、やったのを思い出します。そういう頃、まだその頃はまだコンピューター自体は一般には使われてなかったですけど、その後、私が大学行ってる頃にコンピューターというのが、盲学校を卒、松山の盲学校を卒業した後にですね、筑波の理療科の病院養成というところへ進んだんですが、その頃ちょうどそういったものが世の中に、少しずつ登場してきた、1980年ですが、
少しずつ登場してきた頃でしたね。で、点字のコンピューターっていうんで、まあ、あのブレールマスターっていう名前で、本当にあの大きなあの、まあ、機械で、これはまああの国を挙げてですね、盲学校、全国の盲学校に普及したんですが、まあ、今のパナソニックですね、松下電工が開発して、いた点字を処理する、まあ、コンピューター、まあ、ワープロみたいなものですね。その当時でもすでにあのスキャナー、あの点字の、その書いたものをですね、読み取って、データにするスキャナーもついてましたね。だからすごい、今考えたらすごいですよね。あの点字 自体をこう読み取るわけですから、その影を取ってですね、まあ、真っ白い紙に打ってるわけですから、あの影を取って、それをデータとして、読み取らせて、そして文字として画面上に表示させて打つと、まあ、もちろん音声とかは出ない、まあ、画面に点字が表示されて編集できるという非常に大きなあの機械でしたね。もう机、もう本当に机2台分ぐらいですかね。スキャナーとそれからプリンターもついてましたしね。それがちょうどその頃あの普及してきた頃でした。8ビットのまあコンピューターでしたけど、マイブレインというあのパナソニックのコンピューターが中に入ってた。で、まあ、ちょうどその1980年頃からコンピューターがまあ徐々に、世の中にあの普及し始めた頃で、まあ、ワープロというようなものも専用機で出てきた時代でしたよね。では、まあ、私自身もその頃盲学校をあの教員になったのが、そうですね、82年に鹿児島の盲学校に実は行ってるんですけど、鹿児島盲学校で勤めた頃にそのブレールマスターを始めて、ごめんなさい、81年にあのそのブレールマスターを始めて使ったというのが最初でしたね。で、その後はあの、盲学校、松山の盲学校に赴任した頃はあの84年でしたけど、まあ、この、頃に、コンピューターがちょうど盲学校に入る頃で、ワープロというような形でね、あの文字が書けますよという、あの 見えなくても文字が書けるという、そういうあの専用の、まあ、盲人用ワープロっていうのが作られた時代が80年ですよね。で、あのこの時に思ったのは、あの目が見えなくてもあの墨字、普通文字が書けるっていう、そういう、まあ、ことが可能になって、まあ、これ今で言ったイノベーション、新しいですね、本当にあの変化というか大きな、視覚障害者が普通文字を書けるということ。これはまあワープロが普及してきたのとあの本当に並行して、比較的早くですね、そういったような、ことができるようになって、まあ、これ最初にやったのはあの漢点字、6点漢字を、ね、作られた長谷川先生が、あのそういったあの富士通のコンピューターを使って打たれたのが80、あれ私が初めて見た82年でしたけど、あのその富士通の FM8 に、ソフト組んで、まあ、音声も何もフィードバックなしで、あの6点の点を打つことによって漢字が表示されて、そしてそれを印字させるという、画面上に漢字が出て、まあ、これはあの6点の漢字、6点漢字という体系が作られ、長谷川先生が作られたものを持って、それを打つことによって1対1に対応した文字を表示させるということになりますから、ダイレクトに漢字が打てるということで、あの今のカナ漢字変換という方法ではなくって、直接漢字を打つということで、これはどちらかというと入力方法としては画期的ですよね。あの見える人がカナ漢字変換をするよりももっとスピード速いですよね。漢字ダイレクトに打てますからね。そういう意味でもすごい画期的、まあ、このあたり考えると視覚障害の方が、そういった意味ではあの漢字を直接コンピューターに打ち込めたということで、これすごいですよね。で、あの、まあ、そういったような時代でありましたけども。で、あの、まあ、これが一つの墨字、普通文字が書けますよ。まあ、この頃はまだ音声のフィードバックもないですから、ここ大事なのは、あの、点字っていうのはタイプライターで打つときも6点で打ちますから、6点の、あの、その点をですね、あの指でこう打てば、あのそれで、あの、フィードバックで、指の感覚でね、あの、フィードバックできますよね。まあ、これ、あの、固有感覚とか深部感覚といいますが、
指自体の押したということ、まあ触覚ももちろんあるけれども、位置の感覚、あの体の指の位置をね、覚えて打てると。それで、まあ、正確な感じが、まあ、打てるということですよね。で、まあ、その次、音声合成がどんどんこうできてきて、音声合成付きのワープロ、音声ワープロというようなことが、まあ、80年代はずっとこう、作られて、まあ、開発されてきましたけれども、まあ、これでどんどん普及して、全国のね、盲学校などでもコンピューターが普及して、音声を聞きながら漢字かな文字の文章を書くということで、まだこの頃は6点漢字とか、あるいは8点漢字という方法もありましたけど、こういったもので、直接打つ方法が使われていました。だけど、比較的ね、個人で購入できるぐらいの価格のパソコン、まあ、パソコンとプリンター合わせては30万円ぐらいですけど、まあ、これで購入できるぐらいの価格になってましたから、まあ、最初はまだね、本当100万円以上するような感じだったんですけど、まあ、ある程度、使えるようになって少しずつ価格も安くなりました。とはいえ、まあ、安いといえば30万円ぐらいしましたから、まあ、ちょっと高価なもんではありましたけど、これでかなり普及してきました。視覚障害者の中でコンピューターを使って文字を書くと、ワープロですけど、書けるようになったと。でその次に大きなやっぱり変化としてはですね、私が感じている変化は、データ、今のそのワープロで作ったデータはフロッピーとかに入るような形ですよね、フロッピーとかに。それが、電子化された情報として、流通することになって、それで一番これ大きな、私、もう一つのまたイノベーションが起こったというのは、辞書ですね、百科事典とか、まあ、広辞苑もそうでしたけど、それ辞書類が電子ブックという形で、これソニーがですね、そういう企画作って、電子ブックという EB ブックというのをですね、作って、タイトル、いろんなものを発売もしてきました。まあ、ソニーの企画によって、そういうデータディスクマンというような読み取りのね、機械、辞書を読むための機械で、中身は8インチですかね、8センチか、8インチじゃないか、8インチ、5インチだから、8センチか、8センチの、シングルの CD、シングルの CD のですね、大きさの、CD にですね、記録されていました。でこれで、広辞苑も普通に売っている8000、7000とか8000ぐらいでしたよね。の広辞苑を購入して、そしてもう広辞苑が読める、広辞苑を自分が引くことができるという、まあ、これがね、次の大きな、画期的なですね、出来事で、これはですね、1990年頃でしたけど、から、これで文字が視覚障害でも読める、読み書きできる文字として、一般に使われている文字ですね、まあ、コンピューターが読み書きできる形式の文字を見える人には画面に表示し、で、見えないものにとってはそれを音声に表示したり、あるいは点字にそれを点字として表示させることができるので、でこれがとてもですね、もうこれは今まで、点訳された本しか使えな読めなかったっていう視覚障害者から見れば、同じ文字をそのまま同じタイミングでですね、販売したものを読むことができるようになったということで、今度読むことの喜びっていうのを感じました。これが1990年頃ですね。はい。で、それが、その次は95年ですよね。1995年といえば Windows95、まあ、インターネットの幕開け、まあ、90年代から徐々にインターネットは大学とかで使われていて、まあ、95年の Windows95でですね、そこから広く、まあ、普及、一般に普及し始めたところでしたけど、まあ、その後、日本、まあ、今の、国、政府を挙げてですね、2000年に、まあ、この、高度情報通信社会っていうのを打ち立てて、まあ、国全体がですね、そういう IT を推進するということになって、いろんなところで、そのコンピューターが利用できるような講習会を全国各地で開くと、まあ、視覚障害者用にももちろん開いて、私も
愛媛県の方ではそういった講師で何か所もその講習のお手伝いをしましたけど、まあ、一般の人も含めて、そこから2000年ぐらいからですね、もうインターネットということで進んできたわけですけど、まあ、そこまでの流れがありました。でそこの2000年から、まあ、ここ今20年経って、今年はデジタル庁が立ち上げて、まあ、この20年の空白とかいろいろ言われているわけではあるんですが、IT っていうか、まあ、ICT ということはね、インターネットとそのコミュニケーションということで、まあ、情報通信社会ということで、高度情報通信社会の形成ということで、まあ、インターネットの復旧とかそういうインフラはですね、まあ、いろんなところでこう進んで、多くの人たちが、まあ、ある程度使えるようになって、進んできたわけですけど、まあ、それが2000年ということで、まあ、どんどんコンピューターというものが普及してい、くわけです。でその後このタブレットですよね、が出て登場してくるわけです。まあ、これが、まあ、iPhone、という形でですね登場して、世の中に徐々にこう進んでくるわけで、これが、まあ、実際こっちでは、まあ、7年とか8年とか、まあ、その頃になるんですかね、日本でどんどんだんだん普及してきていると思うんですけど、まあ、2010年ぐらいになってくると、そういったことで今から10年前ぐらいになると、タブレットで小型のいわゆるポケットに入るコンピューターということで、まあ、いつでもどこでも持ち運べるような形になってきたわけですね。まあ、そういったような小型になって使える。それからキーボードなくて画面はですね、まあ、小型にするためにはそういう方法がね、よかったわけですよね。小型に、まあ、小さくするためにやっぱりキーボードってちょっと大きいですから、まあ、まあ、電話でもキーボードがついた電話もね、作られてはいましたけど、初期には。だけど、やっぱり無理があるので、ちっちゃい、キーボード、本当にちっちゃいキーボードにしてね、やるときは無理がありましたので、なかなか普及しなかったですけど、タブレットのような、ツルツルした、タッチ画面でね、使えるようになったというのは、非常に、まあ、進化というか、また大きな流れになりましたけども、まあ、Windows 95から画面上の GUI というグラフィカルなユーザーインターフェースとかありましたが、それからもう一つ視覚障害者にとって私もそこでまた先ほど1990年に電子ブックということを言いましたが、今度95年はですね、インターネットの普及ということもありますけど、もう一つOCR っていうね、ソフトが一般のパソコンで利用できるようになったと。それまで非常に高価なもので、まあ、それこそNEC なんか研究とかでやってたのは、あれ1500万円ぐらいするような機械で、まあ、本当にページまでめくってくれるっていうような本を入れるとね、そしてOCR で読んでくれるっていうのを開発されていましたけども、まあ、それがもう個人が本当に手が届くような価格、まあ、これも当初は20万円ぐらいですかね、ソフトというハードウェア、コンピューターを使って、OCR で読み上げる。読むべとかね、っていうようなものを開発されていましたけども、そういったものが使えるようになったのがその頃ですね、95年、96年あたりから、使えるようになってきて、まあ、一般に書かれている墨字が今度は読めるようになった。だからこう見るとね、5年ごとぐらいに変わってきてますよね。墨字書けるようになったって、85年。でデジタルデータとして読めるようになったっていうのは90年。そして、今度は普通文字、墨字が読めるようになったと95年。で、まあ、合わせてインターネットっていう形になって、その頃からちょうど紙に書いた文字が、だんだんとこう、デジタル化された、まあ、メールとかですね、そういったような、まあ、その頃まだメールでしたけど、メールに移っていった頃になりますよね。だから、以前だと、それこそ、印刷したものを中心で、パソコンといえば印刷するための機械みたいなところがあったんですが、今度はそこからシフトしていって、徐々にデータ自体が中心に扱われてくるようになってきたっていうのが、まあ、大きな変化だと思います。
はい、そしてタブレットができたということはありましたけど、2000年代に入ってですね、小型のそういったタブレットから今度はAI ですね、これが2015年、2014年、5年、6年という、このあたりに AI が利用される、2010年代になって、そういったビッグデータを活用するということが進められてきて、流れとしては皆さんその AI というものが登場して、 AI もね、最初の AI っていうのは本当に80年代から90年頃も AI 研究されていたんですけど、やはりこの 今やってるやり方ですけど、今やってるそのビッグデータで処理をしながら、どんどんこうデータをですね処理させていくような方法ということで、本当の使えるような AI として使える実用化されてきたということで、ディープラーニングっていうデータをどんどんぶち込んでですね、その中の一番よく共通に利用できるようなところをそこから導き出しながら、コンピューターが必要なそのなんていうんですかね、その処理の一番優先度の高いものを探していくというか、それで画像認識とかですね、音声認識も含めていろんなことを使えるようになってきたという。ということで、スマートスピーカー、日本では2017年ですけど、AI が言葉として、AI をね、言葉で使えるようにしてもらったスピーカーが発売されて、これも革命的に驚きを持って、こんな簡単に喋ったことが全部ね、指示ができる。Siri も同じようにね、使われてますけど、そのも含めて同じですけど、ああいう音声認識っていうのが実用化されると驚きを感じながら使いましたね。本当にこんなことができるのかということで、今では、そのさらに IoT ということで、インターネットに物がつながって、いろんなものをコントロールすることもできるようになっているということが、この今の 現時点でのね、利用の特徴かな、そういったことが利用できるようになって、本当に便利な世界になってきてるなというふうに思います。もちろんコミュニケーションではね、SNS がどんどん広がって、ね、同じくその、タブレット型のね、ものが使えるようになって、スマートフォンなどが使えるようになって、どんどん SNS が広がってきているところですよね。で、一番最近、使われるようになってきている、SNS は音声で使えるような SNS ということで、クラブハウスっていうものとか、ツイッターのね、スペースっていうものとかも登場したり、そこそこ音声で使える。音声で使えるコンテンツも、前もいくつかもあったんですが、これだけ SNS としてね、広がって、利用できるようになってきているところであります。大きな流れをお話ししましたけど、私が感じているのは情報化っていうことで、やはり視覚障害っていうか見えないっていうことの障害っていうのは読み書きの障害から始まるんですけども、やっぱり共通に使える情報コミュニケーションを取るために取られたさまざまな情報をですね、一緒にこう共有して使えるようになったっていうのが本当に大きな変化だと思います。今はもう当たり前のようにね、インターネットの情報っていうのは、文字の情報については十分にこう利用できるようになってきていますから、デジタルデバイドという言葉もありますので、実際に使えるか使えないかっていう障害がですね、情報障害が機械、そういった情報機器を使える使えないというのはね、問題になっているわけですけど、そこも大きな問題になりますよね。実際情報にアクセスできるかできないかっていうのが、インフラ、これインフラのと、インフラ整っていない国も、あるわけですから、そういったことも含めて大きく言うと、世界中考えるとそういった情報の障害っていうのが発生しているっていうのは、いろんなところでですね、
まあ、使えない、まあ、理由、原因があるかなとは思いますけど、まあ、実際に使ってみる、使って使えるようになったらね、本当にこういったものがないと生活に困るっていうことがある。もうネットが、この前は NTT とか使えなくなったり、回線がなんか使えなくなってね、大きな、まあ、そういう支障が出たということでありますけど、本当これネットが使えなくなってしまうと大変困りますよね、皆さん。大変困ってしまうと思います。それぐらい浸透して皆さんが使えないと困るという状況が出ているということで、私もネットが使えないことイコール障害者になったんだなっていう、そんなような実感を感じるわけですよね。これ山どっか迷子になってしまって自分が、ね、通信が使えなくなってしまうと本当に困りますよね。そういうね、移動でも何でもですけど、つながっていれば安心ですけど、まあ、不安になりますしね、うん、はい、まあ、というようなお話でざっとこう流れを話して約30分間話をさせていただきましたということで、まあ、ちょっとあと後半ですね、今私が関心持っているようなことを話したいと思うんですが、ここまでのところで何か皆さんの方から意見とか質問とかあればお聞きしたいなと思います。いかがでしょうかね、山田さん。はい、ありがとうございました、和吉さん。和吉さんが話してくれた1990年頃からの話も全部私が分かるというところがとても悲しかったです。そうですか、はい、これらの変遷とともに生きてきたみたいな。皆さんもそんな思いで聞いてくださってたんじゃないかなとか思いながら聞いてたんですけど、はい、まあ、過去も、ね、この30年があったから今があるんですけど、またこのあとこれからの10年30年っていうのがあると思うので、この後は和吉さんから最新のものも紹介してもらえるかと思うんですけれども、ここまででなんかご意見なんかでもいいですよね、和吉さん。うん、何でもいいですよ。ね、ご質問とか、はい、ないですかね、皆さん。静かかな、チャットもないですかね。まあ、この後和吉さんお話ししている中ででもいつでも手を挙げてもらってもいいですし、ミュート解除してもらってもいいです、チャット書いてもらっても大丈夫ですので、和吉さん、じゃあ皆さんからのご意見とかご質問待ちながら和吉さんの最新、はいはい、デジタル情報、はい、ではお話し始めます。はい、しますかね、はい、視覚障害 の障害って前以前から言われるように、この情報の障害ともう一つ移動の障害ってよく言われますよね。で、移動のことを考えると、まあ、白杖を持って歩く、私はもう全く見えないから白杖を持って歩く、まあ、見えにくい、ロビジョンの状態の時は一生懸命見ようとしてましたけどね、杖を隠しポケットというカバンの中に入れて、できるだけなんとか普通に歩きたいと思っていましたし、だけどここがね、実際見えにくくなった時にどういうふうにして生活や生きていくためにすればいいかという、まあ、歩かなければ家の中いるばっかりだから外へ行けなくなってしまうので、特に私は夜見えなかったから、その夜はもう絶対ダメと思ってた時、まあ、視力あった時ですけど、でその時にまあ杖を持って外に歩いて出て行った時に、ああこれで歩けるんだ、歩けたんだっていう、まあ、それは逆に自分は歩けないと思ってたのが歩けるようになったという意味で、まあ、喜びですよね。まあ、そういう喜びを感じて自信ができるっていうか、あ、できないと思ったことできたんだと。で、これはまあ杖というものを使いながら本当に探り足元見えないわけですから、で、まあ、電気はついてる、電灯の電気は見えていても足元全く分かんない状態で探りゆっくり歩いて目的地まで歩いたっていうのが最初でしたけど、まあ、それが達成できた時の喜びってやっぱ大きいですね。で、その後やっぱり移動ってどういうふうな困難があるかというようなこともあって、非常に緊張するんですよね。もう杖持っても分かると思いますけど、もう本当に一歩先が見えないということは不安ですし、
緊張して何があるかなと、恐る恐る慣れないときは、こわごわと杖をついていく。まあ、懐中電灯をつけたりね、したり、いろんなことをして、場合によっては足元がなんか、思ったところじゃなくて落ちてしまったりとか、転げたりとかね。で、歩くというのはやっぱり、床、地面が ないと困りますから、落ちてしまいますから、まあ、自転車乗ってても、自転車乗っててですね、夜乗ってて、地面がなくなって落ちたこともありましたけど、まあ、怪我はさ、おかげで怪我するほど大丈夫だったんですけど、擦り傷ぐらいだったんですけど、まあ、そんなこともあったりもしながら、歩くときに見えにくいということで、まあ、足元の確認は杖でもちろんするんですけど、杖って短いですよね、1メートル、まあ、2、30センチですから、ちょっとこう前のもの分からないし、特に杖ついてても自分のまあ腰から上っていうか、特に顔のあたりとか頭とか何かこう出っ張ってたりすると、ぶつかってしまって非常に怖い思いをするっていうのがあって、本当にゆっくり慎重に歩くということでした。それで知ったのはですね、これ1970年代に開発され、72年に開発されたモーアットセンサーというのが昔にあって、また昔の話ですが、実はその機械ここにありますけどね、ここにモーアットセンサーっていうのはね、長さが15センチぐらいですかね、これね、長さが15センチ、高さは5センチぐらい、厚みが2センチか、もうちょっとあるかもしれない、2.5 センチぐらいかな。で、このモーアットセンサー、これ懐中電灯、昔これ日課灯ライトってありましたよね、大昔ね、充電できるライト。あると形似てますよね。あるいはちょっと大きくなったような形で。ちょうどこのライトのところから超音波が出て、そして跳ね返ってきた超音波のその時間差を振動の、まあ、リズム、振動に変えて伝えるという、まあ、機械なんですけど、まあ、これが開発されて、これ4メートル先までの情報が取れるので、それをですね、一生懸命こう、これ使えるようになったのは訓練を受けたのは90年だったかな、89年か。うん、89年でした。これ開発されたのはですね、もう少し前にあったんですが、私自身がそれを使うようになったのは、89年でしたけど、これが使えるようになって、まあ、視野が狭かったもんですから、視野が狭いものが、この超音波の視野っていうのは、横が30度、上下が60度あるんですよね。だから随分広いですよね。私の視野が5度もなかったか、もう5度もないぐらいの狭い状態でしたから。そうするとですね、この振動で感じ取りながら、何かがあったときに、まあ、そこをキョロキョロ見つけると。だから杖は、まあ、足元確認するんだけど、まあ、杖は一応持って、そして超音波で前の空間をですね、に何かぶつかるものはないか。それでまあ自分の視力が狭い視力です、視野は狭いですけど、視力的にはまあその頃まだ 0.2 とか3あったかもしれませんが、その頃はないか、その頃はないね、89年にはもうなかったですね、もっと低かったですけど、視野が狭くてもこの超音波の、そのビームで感知で確認できる範囲のところは知ることができましたから。非常にまあ楽に歩けたというので、それを使うようになったと。それからもう30年、経ちますけど、で最近、まあ、パームソナーっていうのも2003年ですね、パームソナーっていうのをこのモーアットセンサーが製造中心になったんですよ、1997年ぐらいですかね。で、それに代わるものというので、パームソナーっていうのを、まあ、竹内さんというエンジニアの方と私お会いすることがあって、まあ、そこで、こういったものを同じようなものを作ってほしいというのでパームソナーというのができたんですが、そのパームソナーも、一昨年製造中止になってしまって、今も残念ながら手に入らなくなったんですが、それで、一番最新の今私が探しているその超音波で何とかするようなものないだろうかっていうので、超音波というかそういった歩くときに使えるものないだろうかというんで、スマートフォンのですね、アプリで使えるものっていうのが あったっていうので、まあ、これは一つの喜びでしたね。でこれは去年発売された iPhone 12 の Pro、
プロマックスというプロのシリーズに搭載されたライダーセンサーという、まあ、超音波ではなくて光の方のセンサーですね、ライダーセンサーで光を使って、その距離を測定するという機能があるものなんですが、まあ、これはあのカメラを撮影する際に暗いところでの撮影とかに使われてます。距離を正確にしてあのピントを合わすことができるということで、ライダーセンサーを使っていますけども、まあ、そういった機能を視覚障害者 この歩くときにも使えないかというので、Seeing AI に、この世界という名前であのチャンネルにそういう機能がありますが、そこの中にですね、近接 のセンサーということで、超音波じゃなくて、そのライダーセンサーで距離を測ったものを、今度振動に置き換えて、振動の強さに、置き換えて伝えるっていう、そういう機能が入りました。まさにもう昔のこのパームソナーのような、パームソナーやモアセンサーのような機能に近いものがですね、スマートフォンの中に搭載されたということで、あります。それともう一つはそのライダーセンサーを使って人を検出する機能が使えるようになったというので、これもいち早く去年使えるようになって、これすぐに試して有効に使えるなということで、使っています。で、これはコロナのが起こったためにそのソーシャルディスタンスを視覚障害者に分かるということのためにですね、それはアップルの標準搭載されている拡大鏡という、アプリがありますが、拡大鏡の中に、人検出という機能を組み込んだわけですね。そうすると前に人がいるとその距離を音とそれから距離を音声で伝えてくれる。それもかなりリアルタイムに、非常にスピーディーに、これが大事なんですが、非常に早くですね応答してくれるということで、私が神戸のポートライナー乗って、まあ、神戸のポートライナーの場合はホームドアがついていますけど、そこの入り口で人が並んでいるところにですね、こう後ろに並ぶっていうのは、今までそれこれを使うまではですね、もうあえて並ぶことをやめてたんですよね。並ぶのはなかなか難しいと、杖持って超音波のモアセンサー、パームソナー持って、もちろん並べるんだけど、そこに人がいるかどうかわからないんですよね、まあ、最初は。喋、うん、ってくれたらわかるんですけど、だけど、まあ、だからまあちょっと離れた、まあ、少し離れたところで立ってて、ドアが開いたら音聞いて、まあ、入ればいいやと、いつもそういうふうな状態でしたけど、今はその人がいるかどうか確認できるので、人がいなければドアの一番前まで行って並べばいいし、人がいれば近づいていって距離をですね確認して、まあ大体 1.5 メートルとかぐらい以内に大体後ろに並べば大体いいみたいですから、最初はね 2メートル開けるとか言うから、わざわざ2メートル開けて並んでたら前の人がもっと前にこっちこっちとかで引っ張ってくれるんですよね、親切にね。ちょっと開けすぎたかなって言って、まあ、確かに2メートル開けて並ぶってのは開けすぎだろうと思うんですけど、まあ、あえて2メートル開けて立てたら前の人がですねもっと前に来るようにって引っ張ってくれましたけど、まあ、そんなこともありまして、でこの人検出が役に立ったのは今の駅なんかで並ぶときもそうですし、あとはですね駅なんかでもどこでもいいんですけど、そういった人に尋ねたいときに人がいるかどうか分かるっていうのは本当に大きいですね。今まではもうそれこそ周りに誰かいることは気配を分かるんですけど、まあどこにどういうふうにこうどっちに向いているかとか、近くにもしかしたらいるかどうか分かんないから、まあ、声を出して、まあ、何回か声出していたんですが、今はどうしてもこう尋ねたいときは人のいるところまで近づいていって、先ほどの距離ですね、1メーター2メーター以内ぐらいに、まあ、近づいてそちらに向かって声をかけると、大体こう手応えというか答えていただけるということになるので、今までも本当に何か誰かいますかみたいなことでね、まあ、大きな声で呼びかけたんですけども、ちゃんと呼びかける人に向かって近づいていけるっていうのは大きいかなと。それと座席が空いてるかどうかっていうのももちろんこれもね大事で、
あの人がいればあの音が出るから、人がいなければそこ触れるので、座席、まあ、乗り物の座席もそうですし、あの、まあ、例えば病院なんか の, あのソファーで座っていらっしゃるあの患者さんなんかいらっしゃるときに、その私も通院してますけど、そういうときにあの人がいないと思って近づいて座ったら人がいたりすることが実際に あるんですよね。やっぱりね、気配がなかなか分からなくて、まあ、だからびっくりされると思うんですけど、こっちはいないと思って座ろうとした人がいたりして、そういう時にですね、もう人がいるかどうか分かれば、あの人のいないところをそれ探せますから、で、非常にまあ安心できるっていうか、そういう意味でもあのこういったものがあの使えるで、 iPhone のその人検出機能も使えるということで、とてもまあ、便利に使える機能だなということを感じています。はい、あ、小吉さん、はい、一つ質問入ってるんですけど、ここでいいですか？はい、どうぞ。ですか？大丈夫です。どうぞどうぞ。読み上げますね、はい。盲学校の授業では現在どれくらい ICT 化かっこ支援アプリなど含むが進んでいるでしょうかということです。あ、そうなんですか。そうですね、私もあの離れて4年になりますから、 あのあれですけど、あの盲学校は比較的 ICT は早かったです。まあ、特にあの私がいた松山はすごく早かったですね。だからあの、今あの全国でですね、あのギガスクールでやってるので、もう各盲学校も含めて、こう1人1台の端末を支給されて使えるようになっています。で、あの、まあ、盲学校の場合は特にあのその読み書きにこの機器が非常に大きな役割を果たすので、あの使っている学校はかなり早くから、あの一般の学校と比べてもですね、あのそれ導入早いし、実際授業でかなり使うことがしていたと思います。だからあの松山の盲学校の場合で言うとですね、あの1人、まあ、机にですね、必ずディスプレイを、まあ、端末まで1人1台は難しかったんですが、ディスプレイはあのロビジャーの方にね、あのほぼあの机のところにあのディスプレイをですね、アームで固定して、そこに、まあ、あの教卓からですね、あの分配器で、昔ですから、分配器を使ってやってる。まあ、これがあのもう そうですね、2000年代ですね、初めぐらいからそういう取り組みをどんどん進めて広げていきましたね。だからまあかなり早かったかなと思うんですが、であの今あの盲学校で、今の盲学校 の生徒数が非常に、まあ、減ってきていることもあって、あの、まあ、単にそのコンピューター1台ずつ導入するだけではなくて、そういうまあ人がですね、あのかかるあのコミュニケーションを取れるようにということで、取り組みとして、各ブロック地域とかで、学校間でですね、まあ、例えば Zoom とかを使って、授業を一緒にするとか、まあ、そんなような取り組みもなされているように 聞きました。まあ、あの本当そういう意味では、あの生徒本当に離れているところにいても一緒に学べるわけですから、あのできるだけあのいろんな地域の人と一緒にですね、あのコミュニケーションを取れるような形で学習もあの進められて いけるといいかなと本当に思いますね。はい、まあ、そんなところで、あんまりきっちりしたお答えになってませんが、あの導入はですね進んで、各学校ともやっていると思います。ありがとうございます。他に皆さんいかがですか？リアルに手を挙げてもらってもいいですけど今日は皆さん静かですね。たくさん、じゃああとまたあと10、はい、ちょっとね、あと最後ね、あとそうですね、あと 5分くらいかな、はい、じゃあ最後、あの私が今手首につけてる、まあ、私いつもあのApple Watchつけてって、まあ、Apple Watchもすごく便利です。これはApple Watchが何が便利かというと、これ普通に時計なんで、私何が一番いいですかって時計として使うんですよって。なんで時計がそんなに便利かというと、まあ、正確な時間を秒単位で音声で読み上げてくれるっていうのはこの時計ぐらいで、だったんですよね。秒単位で読み上げてくれる、まあ、それもあの
こうあの耳元に上げるだけで聞き、あの喋ってくれるから、まあ、本当に便利ですよね。まあ、あとあの振動でも分かるとかいろいろありますけど、まあ、あとはあの決済するあの駅なんかのね、あのまあ今だとあのスイカとかね、イコカとか、まあ、こういったものも中にあの設定できれば、本当に何の操作もしなくてタッチすれば、あの切符も買わなくていいです。まあ、こんなの、あのとても便利さっていうのは、まあ、見えなくても見えてもあの関係なく使ってるわけですけど、特に見えないものにとっては、本当に大きな、あこの切符を買うという大きなバリアから解放されたというので、大きな問題あの、メリットがあると思います。ということで、まあ、ちょっと今はあのアップルウォッチではないですが、これはですね、あのスヌバンドという、アメリカ製の超音波の機械です。これは2017年にあの開発されて発売されて、今年の6月に新しくですね、機能が追加されたんですが、まあ、本当に腕時計で、ここから超音波が出る小さな穴がですね、あの開いてるんです。まあ、時計の普通に時計を見るような位置で、時計の文字盤のですね、6時、下側の方向から、ちょっとあの時計のところの、うん、言ったらですね、下側6時の位置からこう、亀が頭を出したみたいにこう、うん、とか夜間の口がちょっと出てるようにですね、ちょっとこう超音波の口が出てるんですけど、でそこから超音波が出て、でこの、あのまあ、時計の形をしたリストバンドがこれ振動するんですね。で、超音波によって振動する。先ほど紹介したモアセンサーとか、あのパームソナーと同じようなあの超音波を使った機器、視覚障害者の人が歩くために使う機器なんですが、まあ、こういったようなものがあの開発されていて、でこれはあのスマートフォンで設定ができるようになっていますけども、はい、今これを試しているところですけども、あのこれで、ま、昔のものと何が違うのかっていうところなんですが、まあ、こういったあのスマートフォンと連携させるような機能のものっていうのは最近杖とかでもあのウィーウォーク券とかもありますけども、ナビゲーションの部分が利用できたり、要はあの歩くときに、まあ、地図と含めたあの自分の行きたいところへのですね、経路案内っていう部分と、それから今自分がいるところから、あのそのこの超音波っていうのはあの目の前にある、まあ、障害物というか目の前で安全に進む空間を見つけるっていうことですよね、まあ、杖と併用しながら、まあ、その機能と合わせることによって安全によりあのスピーディーにですね、移動ができるようになるというようなことになりますけども、まあ、そういったようなことがどんどんこう今さらにあの進んできているので、あのもっと楽にですね、あの移動の問題もあの解決ができるようになってくるのかなと、思います。まあ、ここにはまだ AI の、 あの移動そのものをですね、カメラで捉えて、まあ、メガネのところのあたりにカメラがあったりとか、そして AI で捉えてって、今ちょうど研究が進められて、まあ、間もなくそういったような実用化されるものも出てくる。まあ、すでに実用化しているのは、あのダイナグラスという、のがありますけど、あのデジタルアテンダントっていう会社が作っている、まあ、これはあの AI で処理したものを音声にするわけなんですが、まあ、すでにその iPhone とかのそういったアプリとしても AI で画面の情報、状況をですね、説明するようなものもありますので、まあ、そういったものがより視覚障害者が必要な情報を提示してもらえるというか、それうまくですね、邪魔にならないように提示してもらえて安全に歩けるように、まあ、これが間もなく進んでいく。オーカムにもそういう機能がですね、搭載されてくる、もうされてきてるかと思うんですが、現在私が持ってるのは搭載されてないですけど、そういう計画も ありますので、オーカムなども読むだけから歩くための支援っていうようなところもこれからですね、進んでいくということになろうかと思います。まあ、将来的にはそれがどんどん進んでもっと、まあ、一般に利用できるようにですね、本当にこう皆さん普及ですよね、まあ、ちょっとまだ高価なのでオーカムなんか高価ですし、まあ、いろんな機能がもっと手元でこう利用皆さんが利用できるようになってくるということを願っています、はい、ということで、ピッさん、はい、すいません、あと一つ質問が入ったんですけど、はい、いいですか。はい、はい、買い物の時には ICT 機器をどのように活用されていますか。はい、
一つはネットの買い物、ネット注文。これはアマゾンとか楽天とかなどなど、はい、昔から利用しています。それで実際にリアルにですね、買い物に行くときは、これは今までに試したことはいくつも試しました。遠隔でですね、フェイスタイムで見てもらったり、まあ、今だったら Be My Eyes もありますけども、そういったようなもので実際に、画像を映してですね、見てもらった、そういうことも試しましたし、今実用的に使いますが、商品を今の、まあ、エンビジョン AI とかね、シング AI とかで文字を読ませることももちろんありますけど、実際今やってるのはですね、人です、やはり。もうお店行ったら、すいませんって言って、お店の人に手伝ってもらって買ってます。今の一番よく使う、スーパーですね、スーパーの買い物は、そういう形で、やってますが、それが慣れるまで、そういう形になるまでは、いくつかそういう試みをしました。でね、そう、私もこれは遠隔地から、その場所までこうサポート、あるいは案内のところとかまでとか、あるいはお店の人のいる、その直接そこまで行くところまでですね、支援を遠隔サポートみたいな形で、そのカメラ越しにでもですね、してもらえると、比較的スムーズに、自分の書いたものは買えるのかなというふうには思います。はい。そんなところです。はい。ありがとうございます。ちょうどいい時間になりまして、脇地さん、この後4時からの後半の井上さんの質疑応答コーナーも残ってくださいますよね。はい、もちろん。皆さんね、録音されていると、やっぱりなかなか緊張して質問をしづらいかもしれないので、後半の時間でもまた引き続き質問していただけるので、このまま残っていただければと思います。山田さん、はい、山田さん、はい、1分間ぐらいよろしい？はい。はい、いつでも一言言ってるから。はい。脇地さん、ありがとうございます。懐かしく聞かせていただきました。はい、はいはい、私、1980年ぐらいにパソコンというか、あの頃はマイコンと言ってましたけれども、自分のコンピューターを持ちましてね、これはフロッピーディスクがまだ発明される前やったから、カセットデッキにファックスの音ありますね、ピーとかピューとかいう、あの音でデータを吹き込んでね、撮ってて、打ち込めるのはカタカナだけでしたからね。ちょうど、免許証にコンピューターが導入された時は漢字がなくてカタカナだけ打ってて、それも伊藤と打たれなくて、イフシイフジやけども、イフシ幸太郎がこうおおと打てられてる、そんな情けないコンピューターの使い方がしてる頃に、私コンピューター触り始めたのが、今ものすごい便利に使えるようになってますので、コンピューターの歴史をたどってきたなと、小木さんの話を聞きながら思い出してました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうしましたら、情報提供ということで、井上さんからお願いします。はい、聞こえますでしょうか。はい、聞こえます。はい、こんにちは、井上です。この後4時からも皆さんよろしくお願いします。で、その前にということでですね、4時からも、テーマに上がると思うんですが、ちょっと視覚障害者と歩行ということで、今神戸市でもナビレンスという iPhone のアプリを使って視覚障害者を誘導するという、こうアプリシステムがどのぐらいだろう、もう3年4年ぐらい前から、始まっています。で、これはもともとスペインで生まれて、今バルセロナの、街中の地下鉄だったりバス、美術館の中とかでも今も実用されている、スペインでは実用されているシステムなんですが、この度、神戸市でもですね、ネクストビジョンの今あるビジョンパークの中でも体験ができたり、そのアイセンターの周りでもこれから、少しずつね、こう普及していくのかなと、今設置の準備段階なのかな、もう少しということで聞いてます。で、私が住む東京なんですが、東京でもですね、この度このナビレンスを、体験できる、ちょっとこう企画が、開催されますので、そこの、ちょっとこう
共有、情報の共有をさせていただきたいと思います。で、日程が複数ありますので、詳しくは、ホームページをご覧いただければと思うのですが、東京都町田市でですね、町カフェというイベントがありまして、この中で、まあ、いろいろなこう福祉団体がですね、こういろいろな教室やったり、セミナーやったりみたいなこうイメージなんですが、そういう公開の中でですね、まあ、ブラインド IT サポート町田という iPhone の勉強グループ、視覚障害者向けの iPhone の勉強グループがありまして、ここの、グループのこうイベントとして、このナビデンスで歩いてみようということで、もちろん視覚障害者の方にも、まあ、市民のね、健常者の方にも、体験してもらうというような企画を準備しています。で、日程が11月末から12月の、初旬ですね、ということで、まあ、複数ございまして、ちょっとまあ予約状況もまちまち、予約が必要なところ不要なところ等もありますので、ブラインド IT サポート町田 BIS 町田ということで検索していただければと思うんですが、山田さん今チャットで入ってますかね。あれ、山田さん、すいません、ごめんなさい、入ってます、すいません、入ってました。ブラインド IT サポート町田の多分代表の田中さんの方からですね、今チャット入れてもらったと思うんですけれども、こちらの方から、詳細が特設ページがございますので、お近くの方、ご興味ございます方ですね、ぜひ、よろしくお願いいたします。以上、何か補足がありましたら、ね、またさんお願いします。ナビデンスの件に関して、あ、ナビデンス、そうしましたら、せっかくなので町田の紹介してくださったんですけど、こちらからは神戸のイベント案内もしてもいいでしょうか。ちょっと長くなりますけど、11月13日土曜日、神戸のポートアイランドの中にある坂東神戸青少年科学館というところで、サイエンスフェスティバルっていうイベントがあります。その中の一つとしてナビタグラリーっていうのを私たちやります。ナビタグっていうのは、今おっしゃってたナビレンスとか、あとは、東京で広がっている視界ですね、視界とか、あとはコードか点字ブロック、そういう、音声で案内してくれるタグを総称して、二次元コードのことを私たちナビゲーションタグ、縮めてナビタグって言ってるんですけども、それをですね、サイエンスフェスティバルの中で体験していただこうと思ってます。残念ながら司会はね、体験していただけませんけれども、ナビレンスとコード化点字ブロックの2種類は体験していただけますので、もしお時間あればお越しいただければと思います。当日、ラッキーなことに入場料は無料です。科学館の入場料は無料です。ただですね、私たちスタッフの人数が少ないので、サポートがもう十分ではないと思います。できたらどなたか同行してくださって、お友達とかご家族とかと一緒に来てくださったら、楽しく体験していただけるのではないかなと思います。ということで一つ情報でした。で、本来私からお伝えしたかったのがですね、まだあるんですよ。今スライドも出しましたけれども、ネクストビジョンが行っている今日の iPhone、iPad 活用ラウンジだとか、他のイベント、すべて皆さんからのご寄付だとか、賛助会員の会費で運営されています。本当に皆さんからのご支援、ご理解、心から感謝いたします。でですね、これまでもイベントに参加する方から、申し込むのが面倒なんだよなっていう声がたくさんあったんですね。それで今回、一つサービスになるかなと思って、賛助会員の方の特典として、こういうオンラインイベントの開催時、ご案内の時とも同時に Zoom のリンクをメールでお送りしようと思ってます。これは賛助会員の方だけの特典なんですけれども、それ以外の方は、賛助会員じゃない方は今まで通り案内を受け取った後、申し込みをしてもらったら参加できるので、その辺はご心配しないでくださいね。今賛助会員の方はもう申し込みしなくても参加できるように Zoom のリンクをお送りしようと思ってます。でこれはご本人のみ有効ということで、ご本人の参加が可能ということになってます。また一部イベントはね、やはり申し込みをしていただく必要があるんですけれども、
今日のこの iPhone、iPad 活用ラウンジだとか、ロービジョンの集いの偶数月は、もう自動的に参加できるようにしますので、まあ、イベントごとに異なりはするんですけども、少しずつ皆さんがあの Zoom イベントに参加しやすくできるように私たちも改善していきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ということで、あの参助会員の申し込みはまだまだ受け付けておりますので、よかったらお申し込みください。ここにリンクが出てますので、QR コードになってます。読んでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、今日のiPhone、iPad 活用ラウンジ前半はこれにて終了したいと思いますので、ここで一旦レコーディングは止めますね。